響くバンカーはたがためにダージオブキルベロス実況プレイ。皆さんこんにちは、マナニです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回はチャプター1みたいな感じなのかな、ちょっとその辺の区切りはよくわかんないんですが、カームの街が襲われていたのを敵を何だろう撃退しました。この先もまだカームが舞台なのかちょっとわかりませんが、やっていきたいと思います。でね、ロード画面みたいなとこに行くとちょっと日時が、プレイした日時が出ちゃうのでなんかそれはちょっと嫌なのでね、飛ばします。はい、おい、タマくれ。現れた人たちはどこだ？なんだ、お前は。ロッソ、みな赤のロッソと呼ぶわ。スイート。歯応えのない連中、ディープグラウンドじゃ一日だって生きられない。はい、ではやっていきましょう。アレたちの使徒リーブ、奴らは何者だ？ディープグラウンドソルジャー。ディープグラウンド？はい。ディープグラウンドとは、亡きプレジデントシンラにより作られた、存在自体隠蔽されたシンラの闇。闇？あらゆる倫理を無視し、人がどれだけ強い兵士になれるかを実験研究していた機関です。あなたが出会ったアスールという男は、ディープグラウンド内でもスビエートと呼ばれるエリートソルジャーです。シンラの中でも極秘とされていたためにほとんど情報がありませんでしたが、あれほどとは。シンラ上層部だったお前でも知らなかったのか？はい、おそらくプレジデント以外でディープグラウンドの存在を知っていたのは軍上層部だったハイデッカーとスカーレット、それと科学部門の総括をしていた北条くらいかと。社長交代のごたごたもあり、あのルーフハウスですらディープグラウンドのことは知らされていなかったようです。都市計画責任者だった私はディープグラウンド触れるべからずとしてその存在のみ聞かされていました。先ほどお話ししたディープグラウンドの情報もスカーレットの残した記録からつい先日判明したことです。ところでジュノン集団失踪事件のことはご存知ですか？ああ、確か数十人が同時に行方不明になったと聞いたが。一般的にはそのよう。真実が漏れるとパニックになりかねないと判断して情報操作を行っています。実際に行方不明になったのは約1200人、1200もの人間が何の痕跡も残さず消えたのです。そして私たち WRO も調査を始めましたが、何の手がかりもつかめませんでした。それどころか
その頃からエッジにいて不気味な噂がささやかれました。夜な夜な人の悲鳴のような声がミッドガルから聞こえると。風の音、いえ、何十、いや何百もの苦しみもがくような人の声がです。聞こえますか、風の中に聞こえるこの音が。モニターをつけてください。全周波数で放送されています。時は来た。我らはこれより世界全ての刈り取りを行う。選ばれし者は糧となることを許そう。選ばれる価値のない者には殺戮と虐殺を与える。首、バラシ、木、殺し、撲殺して刺殺して圧殺して虐殺し突き殺し見殺して暴殺しよう。これより世界全ての刈り取りを行う。怖。今の放送は。うわ、びっくりした。なんだ。めっちゃコントローラー震えたんですけど。あ、懐かしい。いいな。コードハウンド。あ、めっちゃいるやん。私が相手をする。このまま走れ。ヴィンセント、それを使ってください。お、奇獣だ。いけるかな。なんか世の中大変なことになってますね。ガードハウンドを撃退せよ。よいしょー。待った。あ、うらだだだ。ちょっと待って、結構難しい。痛い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 。ちょっとステータスてか HP 見ていただければわかると思うんですが、上がってますよね。なんか前回のチャプターをクリアした後に、やばいやばいやばい、なんかボーナスポイントみたいな、よくわかんないけどポイントがもらえて、で、あ、見えない、ヴィンセントさん。で、それをギルに換算するかレベルアップに換算するかっていうのがあって、で、レベルアップの方に振りました。それが吉と出るか音出るかは分かんないですが。さっきカーレットとか懐かしい名前出てきたな。あ、まだやるの。うわ、どうしよう。でハンドガンでいいかな。ここにいるな。やばい、これ前からしか来ない。後ろも来る、もしかして。よっよっ、前だけ気をつけてればいいかな。え、なんで食らってんの。ちょっと待って、ちょっと待って、フェニックスの使ってないよね。使おう、使ってポーションも使っといて、ちょっとセットしとく。え、大丈夫かこれ。これ撃った方がいい？撃った方がいい？あだだだだだだ。言い過ぎ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 。ちょっと待って待って待って。これ難しくない？あ。わちゃわちゃするよ。
足が。すごい。アクロバティックだな。危ない危ない。大丈夫か。大丈夫か。ええ、ただエンジンがやられたようです。すみませんが、あなたはこのままエッジに向かってください。私は先ほどの放送の件もありますし、シャドーフォックスの修理が済み次第一度本部へ戻ろうと思います。エッジには WRO の先行隊がいるはずです。できましたら解放の手助けをお願いします。仕方ない。ここからは単独行動かな。HP もうめちゃくちゃ心配なんですけど、大丈夫この先。もう早速難しくなってきたよ。あ、でね、チュートリアルをもう一回やり直したりして、ちょっと思い出したんですが、マップを出しながら移動することができます。はい、まあでもちょっと見にくいので道が分かんなくなった時にやろうかなと思います。なんかない？あれなんだこれ。取りに行けないっぽいんで後で行くんでしょうか。お、魔鋼ポイントがあるね。こっちは特に何もないかな。でさ、さっきのてか前回も出てきたけど、スビエートとかで、そのディープグラウンドソルジャーで、ツビエートって何人いるんだろうね。わかんないな。どうしよう、もう行っていいのかな。行くしかないよね、きっと。なんかめっちゃ殺戮士みたいなことをすごい言ってた人、めちゃめちゃ怖かったんだけど、あれがボスかな。まだ序盤すぎて何もわかんないけど。イベントか？うわー、これもしかして相手にすんの？え、ちょっと待った。待った待った。痛い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 。どうすればいいの？どうすればいいの？赤いやつ倒さなきゃいけないっぽいよね、きっと。とりあえず、お金浮いてない？ちょっとお金浮いてる。待ってよ、ポーションない？レッドエーテルって何？レッドエーテル。なんか新しいの拾った。MP をランダムで回復。ちょっと一旦、あれしよう。リミットブレイク。リミットブレイクしよう。OK。いける？ヴィンセントさんいける？敵いない？この辺に。敵来ないのに、やっちゃっても意味ないんだけど。早く来てくんない？早く早く早く。歌舞伎持ってないでしょ？上の上の狙ってほしいな。よっと、すごいな、やっぱ強いな。うわ、いった、当て逃げかよあいつ。よいしょ、遠吠えしてるな。何、仲間呼ぶ的なあれなの？来た、赤いの。あ、溶けちゃった。どうしよう、レッドエーテル使ってみようかな。使う。あ、結構回復する。これランダムなんでしょ。まあいい方じゃないかな。痛い痛い。よいしょ、当たんないな。あ、
ってロングにして、あ、逃げた。さて、うわ、また来たぞ。よっ、よいしょ。早い早い。近くに来ちゃった敵はこうした方が早いかな。あ、間違えた。いた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 。なになになに。よいしょ、赤いのがいるよ。よっ、ちょっと待ってね、こういうの黙っちゃうけど。上来た、上上上上上上。よいしょ、結構削れてきたんじゃない。これね、油断すると絶対すぐやられるから油断せずに行きたい。うわっ、やばい、来た来た来た。マシンガンとかの方がいいのかな。 HP がやばくなったらリミットブレーキします。回復のやつも兼ねて。よし、マシンガンか。あ、やばい、どこ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 。え、いないいないいない。マシンガン弱いな、やっぱり。ドームにして、あそこか。あ、やばい、ちょっと後ろに下がっとこう。ちょっと待って、なかなか標準が合わないよ。やばい、もうめっちゃ寄ってきたんですけど。マシンガン使った方がいいのかな、こういう時って。まだ、どこ行った赤いの。隠れてないで。いた。あー、もう、左スティックでやった方がいいかもしんない。あー、もう無理無理無理。あ、いい感じいい感じ。すごいムラがあるな。ハンドガンの弾取りに行こう。わっと、いっぱい来てた、気づかなかった。あのボスの名前、今さら気づいたけど、クリムゾンハウンドっていうんだね。わかったよーと。だがしかし、やばい、近く来ちゃった。なんかあいつは何をしたいんだっていう。ワンワンを。こっち来るか。あそこの影に隠れてるな。あれ、当たんない、当たんないぞ。よし、もう一発。いっぱい来るな、本当に。もうなんかすっごい、うわ、めっちゃ食らったぞ今。何、痛いな。なんかこれの繰り返しな感じですが、途中カットしてもいいかもしれないね。こんなとこばっか見せても面白くないし。赤いやつ全然来ないな。とりあえずこっから動いたら私なんか囲まれて大変なことになりそうなんで、とりあえずはこっから動かないでやっていこうかと思います。そう、当たんないな。でも半分以上は削れたかな。あ、来た、ちょっと待った、くっそ、痛いなぁ。待って、ブレイクする、早く早く、近くにいるうちに攻撃しよう、攻撃攻撃、もうちょいもうちょい。 OK、 倒したんじゃない。よっしゃー、やったぜ。ふぅお疲れ、ヴィンセントさん。
この先何があるんだ？こっちに一旦戻れるけど、戻って意味あるのかな？なさげ？なさそうだけどね。リーブいないのかな？リーブー。あ、もしかして回復する？これ。やったね。儲けもんだ。リーブいないっぽいな。もう2個あったよね。あれも回復してんのかな？あ、いけるいける。やったね。戻ってよかった。そんじゃあ、あの先に、またカードキーで、閉められてるとこがあるっぽいんで、そっちに行きましょう。ふぅ。戦闘中全然喋れてないね。申し訳ないです。なんかね、やっぱ、あーとか、やめろーとか、ていていとかそういうのしか言えないんだよね。強かったなぁ、クリムゾンハウンド。後半の追い上げみたいのが怖かったかな。このまま進んでいいかな。特に何もないといいけど、情けか。とりあえず、あれ、ここなんかなってないじゃん。あ、片っぽ解除すればいい的なあれなのか。起きたよ、ヴィンセントさん。超かっこいい。もうそのままヴィンセントさん、私の代わりにやってほしいわ。意味ないけどさ。なんか広いところ出たな。このまま進んでいいのか。なんかさ、こっちの方になんかさっきなかった？もっと違う場所か。なんか変なのがあったやつ。何か認識してないから何とも言えないけど。なんだ？もしかして敵？絶対そうじゃん。あれ、カームで見たよ。うわぁ、テクニックがすごいわ。もしかしてこれやんの？え、多くない？多くない？ちょっと待って。待て。おたた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 。引かれてる引かれてる、ヴィンセントさん。ちょっと待って。痛いなぁ。何すんの、もう。で、これはどうするべき？マシンガン？うっとっとっと、あんまり近づくとやばいな。あ、魔法ポイントがある。痛い。これも痛いな。もうちょっと連続で来んなよ、バカキンが。おっしょい。オッケーオッケーオッケー。痛いで、痛い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 。よしよし、いいぞ。まだ？何？あと痛い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 。死んじゃう死んじゃう死んじゃう。何何何？どこどこどこ？なんかない、よくわかんないうちに、ヴィンセントさんがとどめを刺してくれた。銃の使い分けも大事だな。お、ステージ戦績。え、もう終わり？あれたちの人。ひどいなぁ。チャプターランキング。あ、やった、A だって。いい方なのか？あ、わかんないけど。うわ、ガードハンド全然撃退できてないじゃん。ポイント換算。これですね、前回。できなかったやつ。てか、映せなかったやつね。レベルアップ用に振り分ける。ギルに換金するってことなんて、どっちにした方がいいんだろう。とりあえず、
どうしよう。前回レベルアップに使ったから、ギルの方がいいかな。今回はギルにしよう。はい。命中率低っ。しょうがないか。すいません。まだショップがありました。とりあえずポーション4個買って、で、フェニックスのも1個買っとこうかな。で、すっかり忘れてたんですけど、このチューンっていうので多分改造して、ミドルバレルとロングバレルを、前回分のチャプターが終わった後に、改造してました。ごめんなさい、すっかり忘れてましたね。どうしよう。とりあえず何を変えればいいのかちょっと分かってないんで、とりあえずショートバレルもチューンしようかな。はい。で、これも多分開けた方がいいんだよね。じゃあ、全部2になるようにします。これでいいかな、とりあえずは。お金がかかるな。あ、なんか、タイプがある、マシンガンの。攻撃力と命中率を強化したパワー型マシンガン。マシンガン容量の強化と軽量化を図ったスピード型マシンガン。私だったらパワーかもしんない。あんまりスピードがグワーって上がっちゃうとさ、なんか画面グワーになるじゃん。擬音多すぎてわからんけど。うん。まあわかんない。この先はどうするかはちょっと今決めてないんで、とりあえずは、はい、ここまでにしたいと思います。はい、今回もご視聴ありがとうございました。